はい、ということでおはようございます。メトロの一日周遊券を使って、こんな時じゃないとなかなか来る機会ないね。はい、ここはどこでしょう。せーの、はい、日本橋。はい、日本橋に来ております。ほい、そしてここがなんかいろいろあるんだね。ここが本当の起点ですよってやつだね。これあれ気になるんだよ。東京市道路原票、東京市、わかんない、東京市、昔そうだったのかね。すいません、そこに全然わかんない、申し訳ない。いろいろあります。ここからね、札幌とかね、鹿児島まで、もう本当道路がそれで続いてるってことだよね。そういう意味だね。うん、そしてこれが本当の起点であるこの証の、これは複製がここにあったりとか、一応本物はね、あそこにあるんだよね。さすがに行けないから、ここにその複製がありまして、ここから全てが始まるということで、ここから起点なんだね。じゃあ、1メートル。で、りょういちはなんでこんなに日本橋来たかったの？やばいね。うん。日本の旅の中心である、ここですね。旅の起点ですよ、ここ。旅の起点、そうだね。そうそう。なんか、自転車旅行、ここから、どこだったかな、岡山だったかな、どっか行く。うん。中学生。父ちゃんね、一応ね、まだ実行に移してないプランとしましてですね、こっからね、東海道53次歩こうっていう。いや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 、すげえ過酷だよ。本当に歩くだけだよ。あるんだけど、まあ何回かに分けてやってみようかなとは思うんだよね。いっそのことあれだよ、誰か呼んでさ、ここから一日歩こうと、それだけよ。小田原までは絶対行かない。藤沢ぐらいで終わるんじゃないかな。そう考えたりとかしてますが、以上、りょういちくんの個人的な名所、大好きな日本橋からでございました。また来よう。またここから、ここから旅行きましょう。これ彫刻すごいんだよ。確かにすごいね。ありがとうございました。